いやー、寒くなってきましたね。もう、ダウンを買うには、まあ、ラストのタイミングかなと思っているんですが、皆さんはすでに今年のダウン買い揃えましたでしょうかこんにちは、スタイリストの大山俊です。 今回はですね、大人に似合うダウン5000ということで、皆さんにですね、まあ、今年の冬、おすすめのダウンをですね、僕から5つご紹介をさせていただきたいなと思っています。まあ、ダウンといえば、まあ、冬の主役的なアイテムですね。上半身、なおかつ一番外側に着るものはインパクト大なので、まあ、それなりにこだわった方が全身のですね、印象を大きく左右するものなので、まあ、僕はいいんじゃないのかなと思ってるんですね。ただダウンといってもですね、 いろんなブランドが様々なものを作っているので、どれを選べばいいか分からないっていう方も多いかなと思うので、まあ、今回は様々な価格帯のダウンをですね、皆さんにお伝えしながら、まあ、どのあたりが皆さんにしっくりくるのかっていうところですね、ぜ、ま、ひ、あ、よかったらコメント欄で教えていただければなと思っています。まあ、正直5個じゃですね、足りないぐらいいろんなダウンがあるわけなんですが、まあ、今回は分かりやすさのために厳選して5個という形でお届けをしてみたいなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。 ま、それにしてもですね、今年ダウン結構高くなってますね。まあ、のきなみですね、いろんなアイテムが値上げしているわけですね。まあ、身近なところで言うと、ユニクロも値上げしているものが多いですし、その他セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、コレクションブランドだとか、まあ、いろんなお店僕も回るんですけども、やはり店員さんとお話をしていると、どうしても今年は値段がちょっと例年よりも高くなってしまうということをですね、おっしゃっているんですね。まあ、例えばですね、T シャツとかシャツのような、 そこまでですね、単価が高くないものであれば、値上げをしてもですね、そこまで致命的なですね、打撃にはならないかなと思うんですが、いわゆるですね、このダウンだとかコートのような重量ですね、このあたりが値上げすると結構ずしんと響いてくるので、まあそのあたりが今年は結構しんどいなぁと思いつつですね、そこをしっかりと加味しながら皆さんにおすすめをご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目、値段が抑えめのものから皆さんにお伝えしたいなと思っています。通常であればですね、 ニクのののダウンととといいうこころを持っててくるるがが多いんです、ねまあ、その中でもですすねねそ中も僕は一押し,してるのがシームレスダウンパーカー 3D カットってやつですね。これはね、すごくいいんですよ。もうベーシックで、まさにど真ん中のダウンという形だとは思うんですが、ただですね、やっぱり街で見ていても、結構着てる方は多いんですよね。被ることも多いし、まあ正直そうなると、だんだんこう鮮度が薄れてしまって、ちょっと着ていてテンションが上がらないなというところがあるので、まあなるべく予算を下げたいのであれば、 ダウンパーカー 3D カットが一番の選択肢かなと思うんですが今回は後手の中にはあえて入れずにですねまあ、番外編という形で1万予算を抑えるのであればこちらをお伝えしたいなと思ってるんですねで一つ目として僕が挙げたいなと思ってるのがグローバルワークのハイスペックアーバンダウンですねこれで19,690円ということでまあ、例年よりはですねダウンちょっと値上がりしてるかなと思いますまあ、ギリギリ2万円は切ってきてるんですが結構 結構お手頃な形でもですね、これぐらいの価格になってしまうんですね。まあグローバルワークのダウン、毎シーズン良くて僕もお勧めすることが多いんですが、ユニクロほどはですね、グローバルワークのダウン被ることはないので、個人的にはですね、一番価格が抑えめの中ではお勧めなのかなというふうに思っています。もうデザインのベースとしてはものすごくシンプルですね。先ほどのシームレスダウンパーカーとそこまで違わないかなと思います。フード付きのスポーティーなダウンパーカーで、 まあ、いわゆるですね、ダウンパックがボコッボコッとしているような感じが見えづらいというところ、そのあたりがですね、すごくいいかなと思います。表面は割とこう、さらりとしているような、凹凸がない雰囲気で、 ナイロンジャケットの延長線上で着れるような、まあそういったシャープさがですね、魅力のアウターなのかなというふうに思っています。まあ価格も抑えめでデザインもロゴもないし、すごくシンプルで使いやすい。ここがまあ最大の特徴でもありますし、あと表面の生地ですね。これはスーツに使われるような、割とこうウールに見えるようなですね、TR 素材を利用しているので、すごくクリーンで大人っぽい雰囲気が出るかなと思います。このあたりはユニコーンダウンのスポーティーさと比較してもですね、より上品 なななな見え方にるるののでで差別化はできるんじゃないいかなと思っています、まあ、保温性の高いいダウンを使ってというととうころとか、まあ、そのあたりもですね、安心感があるので、まず一つ目のダウンとしては十分お勧めできるものなのかなとは思っています。カラー展開はですね、ブラック、アイボリー、ネイビー、グレーという形で4色になっていますが、まあ人気なのはやはりブラックかなと思います。もうウェブではですね、すでにもう在庫がないんですね。まあこれからですね、店頭に並んでいくかなとは思うので、まあぜひ皆さんお店で見ていただきたいなと、 思うんですね、まあ、ブラックがダウンの中ではなんだかんだで使いやすいんですね。これなぜかというとダウンというもの自体が着丈が短くてフードがついていてもこもことしているいわゆるですねロング丈のコートに比べるとかなりカジュアルなアイテムなんですね。まあ、こういったカジュアルなアイテムの中で色をですねエッジ効かせてしまうとなかなかカジュアルすぎて大人の男性には似合いづらいというところがあるので色としてはブラックが一番使い勝手がいいんですが、まあ、今回並んでいるものを全て ですね、ベーシックななののなのののももでで、まあ、どれを選んでも間違いがないいがかなと思います例えば、ネイビーを使えば、ブラックよりも少しですね、青みが効いてるので、清潔感だとか、ちょっと爽やかな雰囲気が漂うので、まあ、ネイビーなんかも定番的でいいと思いますし、ちょっと都会的なグレーという色合いも個人的にはいいかなと思いますね。まあ、グレーの中でも、チャコールグレーに近いような深みのあるグレーなので、割とおじさんっぽく見えるようなグレーではなくて、シャープに見えて、ブラックほどシンプルになりすぎないというところでは、個人的には グレーが一押しかなと思っていますちょっとアイボリーはまあやや難しいかなとは思うのでこの3色の中で気に入ったものをゲットしていただければなと思います一押しグレー2番目がブラック3番目がネイビーという形でまぜ、あ、ひですね検討していただければなと思っていますはい続いて2点目ですねこれはですねグリネベルの tr カルゼフードダウンジャケット28,600円ということで、まあこれまたすごくですね、使いやすいベーシックな形になっています。一番最初にお伝えした、まあユニクロのですね、シームレスダウンパーカーとグローバルワークのダウン、このあたりと比べても同じ路線ですね。丈が短くてフード付きというところで、まあ、使い勝手はいいですね。ベーシック、まあ長く使えるようなダウンの形かなと思います。セレクトショップのオリジナルのダウンって結構どこも値上がりしていて、まあこちら グリーンレーベルで28,600円ということで3万円未満というところではすごくありがたい価格帯かなと思っていますやっぱりダウンでも何でもそうですけど3万円超えてくると心理的な負担はでかくてなかなか買えづらいという方少なくないかなと思うんですがまあ、その価格帯でデザイン的にはベーシックで使いやすいというところですねで先ほどのグローバルワークに比べると表面にはですねちゃんと凹凸感があっていわゆるダウンっぽい見え方してくるかなと思いますよりですねクリーンな見え方が好み であれば アーバンリサーチのものがいいかなと思いますし、もうちょっと素材の質感だとか、デザインの細部のバランスだとか、細かなところにこだわりたいのであれば、グリーンレベルのダウンがいいかなと思います。カラー展開はですね、ブラック、モカ、ダークグリーンという3色になってまして、まあ、ブラックは定番的で間違いのない選択肢かなと思います。す、ま、で、あ、に皆さんもお持ちかなと思うので、ここをちょっとずらしてみるというのも一つ手かなと思ってまして、その場合、結構モカとかもいいと思いますね。ベージュとかブラウンだとか、そういったちょっと柔らかみのある 色味と近いんですがモカを選ぶことで上半身を少し明るさを出してボトムスをブラックだとかダークグレーで締めるという着こなしもすごくいいかなと思うんですねこのサイトの写真そのまま使い勝手がいいかなと思うんですがまあ、このようにちょっとずらした色の場合なんかは ちょっと価格帯を上げた方が選択肢が良いものが増えてくるので、このモカすごくいいと思いますし、ダークグリーンもね、意外といいと思いますね。まあグリーンというと、ちょっと使い勝手むずいのかなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあダークグリーンということで、一定の落ち着きもあって、なおかつブラックに比べてもほんのりと違いが出てきますし、差し色的な感覚でも使えるので、このダークグリーンというところもいいんじゃないのかなと思いますね。まあコーディネートはブラックのパンツ合わせたりだとか、 内側は白のののニニッットトだととととかかちょっと明るるめのニットと合わせてもらえば、まあ、間違いなくハマるかなくま思うのでそこままで難しくはなないいかなと思いますですので、まあ、このグリーンレーベルのダウンもなかなかのおすすめかなと思います。ちなみにですね、フードはですね、着脱が可能になっています。まあ、こういった仕様というのは決して珍しいものではなくて、これまではそんなにフード外すってことはなかったんですが、最近トレンドとして、襟元のこういったスタンドカラーのものですね、こういったダウンも結構増えてきているので、あえて フードを取ってしまって、スタンドカラーで楽しむというのもいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ価格帯と品質のバランスがいい、セレクトショップで28,600円というものが買えるというところでは非常に優位性があるかなと思うので、ここもチェックをしていただきたいなというふうに思っております。 はい、続いて3点目はですね、ビューティアンドユースのダウンですね。まあ、ビューティアンドユースのオリジナルのダウンは僕はもう毎年チェックをしてきましてえ、結構普段のスタイリングでもお客さんにご提案することが多いんですね。ベーシックで使いやすいダウン、毎年やっていまして、まあ、中でもビューティアンドユースは小松マテーレというですね、まあ結構世界的にですね、有名なファブリックブランドがあるんですが、石川県で1943年に創業したブランドなんですね。まあ、世界中の様々なファッションブランドで ですとか、まあ、スポーツブランドから信頼を得てるような記事のブランドで、名前はですね、ちょっと前に変わって、小松セレンという形で僕の中ではしっくりとくるブランド名なんですけども、こことタッグを組んだ商品作りを長らくやってるのがビューティアンドユースなんですね。まあ、素材感すごく良くて、ポリエステルなんですけども、チープに見えることなく、上品で大人っぽく見えるというところが、このビューティアンドユースダウンのですね、最大の特徴かなと思っています。まあ、今年もベーシックなダウン作っているんですが、僕の中で おすすめなのは、スタンドカラーのこのダウンジャケットですね。まあ以前であれば本当にフード付きのものばかりだったんですが、最近は最初からフード付いてなくて、スタンドカラーに振り切ってるものも増えてきてるので、まあ、こちらは今季らしくて、なかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思います。価格は39,930円ということで、ちょっと例年に比べると上がったかなという感じはしています。3万円台中頃ぐらいの印象だったかなと思うんですね。ちょっと記憶は定かではないんですが、ここまではしなかったかなとは思うんですね。 まあその分こういったスタンドカラーになったりだとか、まあ、デザイン的なアップデートもあるのでなかなか雰囲気がいいかなと思います先ほどまでご紹介したダウンというのは割とこれまでにもあったような王道的なデザインだったんですがこのビューティアンドースのダウンに関してはスタンドカラーで今っぽいところに振ってあるので、まあ、よりトレンド感を楽しみたいという方にはですねおすすめのダウンになってくるかなと思っています色はですねダークグレーとモーカー2色ありまして個人的にはブラックではなくてあえてダークグレーにしてるというところこのあたりもね 含めていいんじゃないのかなと思いますただ遠目で見るとほとんどブラックに見えるぐらいのシャープなダークグレーなのでブラックとの違いは出しつつもちゃんとダークグレーの都会的な雰囲気も楽しめというところではこのスタンドカラーのダウンなかなかいいんじゃないのかなと思っていますで意外とこのモカもいいですよねこのサイトの中ではホワイトのパンツなんかと合わせていますが ちょっと人との違いを出しながら、モカでですね、おしゃれ中級者以上の方は楽しむというのも手かなと思うので、この辺りの色合いも含めて、やや中級者向けかなと思うんですが、ぜひ小松マテーレのね、素材感もすごくいいし、色の出し方とか表現の仕方もすごくいいかなと思うので、チェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目のダウンなんですが、これはですね、 セレクトショップのビショップで取り扱いがありますダントンのキルドダウンフードジャケットというアイテムで価格は42,900円ということでついに4万円台の大台に乗ってしまいましたがまあセレクトショップのオリジナルのダウンが結構のきなみ値上げをしていまして3万円台にギリギリ収まるものもあれば結構4万円台になっているものも最近は増えているんですねそうなるとちょっと価格帯が上だったこういったアウターを得意としたブランドですねダントンだとかオーチバルだとか その辺りのりダウンななななんかかも割ととでですすすね価価格ののの差が少なくっなってきててきいいるるる検討する価値はあるのかなという,ふうに思っています、まあ、ダントンというとですね、フランスの老舗のブランドでワークウェアをですね、得意としているようなブランドなんですね。僕の中では、まあ、ダントン、ダウンもやってるイメージはあるんですけども、どちらかというとインナーダウンですね。このあたりの人気が非常に強くて、まあ、毎シーズンですね、結構楽しみにされている方が多いかなと思うんですね。ですが、今年はこのダントンのダウンですね、すごくいいなと思いました。まあ、雰囲気 的には着丈そんなに長くなくて、ユニコのスチームレスダウンパーカーの流れではあるんですが、ポケットの付け方ですね。斜めに、ハの字型にですね、ポケットが付いているところ、ここのデザイン性ですとか、あとはですね、素材感ですね。表面にシュリンクをかけることで、ちょっとシワっぽさが出てるんですね。ま、透明から見るとほとんどわからないぐらいのシワ感なので、だらしなく見えるような感じではなくて、表面の凹凸感がちょっと楽しめるような、この質感もなかなかいいんじゃないのかなと思っています。軽量 で薄めのですねナイロン生地を使ってまして全体としてもですねすごく着やすくて重量感を感じないようなダウンになっているのも非常にいいかなと思います、まあ、デザインディティールがちょっとマウンテンパーカーっぽさもあってまあ、僕自身はシンプルなダウンパーカーも使いやすいかなと思うんですがこのような少しデザイン的にややひねりの効いたものもすごくですねワクワク感があって使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますダントンのインナーダウン結構有名で胸元にですねロゴが付いているのは特徴なんですがそのロゴが正面には ついててなくて今回のこちらのダにには腕についてるんですねこの辺りの主張がそんなに強くないところも含めて個人的にバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ブラックもいいんですが結構このベージュというカラーが良くて、まあ、いわゆるこう明るめのベージュというよりはベージュとブラウンの間ぐらいのところを取っていましてなかなか光沢感も含めて雰囲気いいんじゃないのかなと思います。ベーシックなブラックもいいですがこちらのサイトのコーディネートそのままかっこいいなと思ってましてちょっとベージュを選んでですね 白系とかアイボリー、ナチュラル系のニットを着て、ブラックのイージーパンツなんか合わせると、なかなか雰囲気いいなと思ったので、個人的にはこちらのベージュが一押しで、ベーシック派の方はブラックという形でチェックをしてもらうといいかなと思うので、ぜひですね、セレクトショップのダウンもいいんですが、ちょっと人との違いを出して、ダントンのダウンというところ、ちょっと鮮度が高いかなと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト5点目なんですが、シップセニの別注となる、ナンガのオーロラダウンジャケットですね。これ44,190円ということで、まあちょっと値段ね、結構してしまうんですが、冬の主役となるもので、一回買ったら複数年着るようなアイテムなので、ちょっと背伸びをして買うのもありなんじゃないのかなとは思っています。はい、このアイテムはですね、まあ、すごく特徴的なのは、ナンガというブランドとのコラボレーションというとこなんですね。まあ、ナンガ皆さんは名前聞いたことがあるという という方はですね おそらく、キャンプを楽しんでる方かなと思うんですね。なんかというのは、寝袋の専門のブランドで、結構ですね、国内においては、もう誰もが知るような有名ブランドなんですね。まあ、僕自身もなんかあの寝袋欲しいんですが、結構価格化するので、なかなか手が出せてない現状なんですが、まあ、国内のトップブランドのナンガが、最近は様々なですね、ダウンも作っていまして、アーバンリサーチだとか、最近はシップスだとか、そういったところともタッグを組んで、ダウンの中でも特別な一枚を作って、 てたりすすするんでででががこここここちらはシップスのの別注とととといいううタンドカラーになっているというところここが一つの特徴ですね、まあ、今回ご紹介したダウンですね。その中にもスタンドカラー多かったと思うんですが、そこをしっかりと押さえているというところ。ここもポイントなんですが、まあ、別注ということで、ダウンのオーロラジャケットというもの自体ですね、結構人気は高いダウンなんですね。胸元にダウンのロゴがついてるんですが、そこはあえてですね、目立ちにくい位置にロゴを移してあったりだとか、あとは胸のポケットですね。う描くように丸み のあるような形で4つポケットがついてるんですね胸元に2つと腰に2つという形でハの字型の甲を描くような形で、えー、ポケットがついているというところが、まあ、デザインの一つのですねアクセントになっているんですねこのあたりのアプローチもなかなか素敵じゃないかなと思いますジップを全部上げてスタンドカラーにするのもいいしジップを下げて程よく首元にボリューム感を出しながらというのもすごくバランスがいいのでなかなかですね雰囲気ダウンに仕上がってるかなと思っています定番はブラックなんですが 個人的にはこれオリーブが素敵だなと思いますねまあ、皆さんもねすでにネイビーだとかブラックのダウンお持ちの方も多いかなと思うんですねそこをいかにずらすのかというところがまあ、2着メイクのダウンとしてはいいかなと思うのでこのオリーブというアプローチも定番的ではありますがすごくいいんじゃないのかなと思います今気づきましたがこれ一応フードもですね内側に入ってるんですね後ろのジップを開ければフード付きになるんですがこれはもうフード出さずにですねスタンドからで楽しんだ方が僕はいいんじゃないのかなと思 フードを入れてある状態の方が襟元の膨らみ感ですね。収納したとたっぷりめに膨らむので、この雰囲気も含めて、スタンドラーの雰囲気は良くなるので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、これはフード出さずに来ていただきたいなと思います。うん、これはなかなかいいんじゃないかな。オーロラダウンというと名作なので、そこの別注というところで、人とのかぶりも出ないし、デザイン的にもなんというところが強く出すぎないというところが、かえって僕は好感度を持てるかなというところなので、ぜひ皆さん こちらのダウンもね44,990円決して安くはないんですがまあ今ダウンで言うとですね、もっと高いものはいくらでもあって、5万円内で今回はおすすめをしましたが、軒並みダウン自体は高くなっていまして、5万円台で買えたらそこまで高すぎるという感じはしなくて、10万円以上のものがゴロゴロとしていまして、まあ通常であれば、モンクレールだとか、タトラスですとか、ヘルノですとか、このあたりのご三家的なダウンもあるし、カナダグースもどんどん上がっていますし、 デサントのオルテラインだとか、ノースフェイサーとか、そのあたりも定番でいいんですが、もうそのあたりはもう6万円、7万円以上になってくるので、今回はそのあたりをですね、含めない形であえてお勧めさせていただきましたが、まあぜひ皆さんもですね、このあたりで気に入るものがあったらチェックをしていただければなと思っています。また今回僕の中でカバーできてないダウン、まだまだたくさんあると思います。5万円以内のものでお勧めのダウンがあったら、ぜひ皆さんの方でもコメント欄にですね、ダウンの商品名とリンクを載せていただければ、 この動画自体が一つのですね、皆さんの情報源になるかなと思うのでぜひ皆さんのお力もいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説したいんですが もうちょっとクロード向けのですね、アイテムの解説だとか、ダウンの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルでしっかりと解説をしています。今回のダウンの特集も、こちらでは5万円未満という形でアイテムをご紹介してますが、メンバーシップだと、それ以上のですね、もっとコアなダウンですとか、あと今はですね、中綿のジャケットなんかも結構高性能でいいものが出てるので、そういったところまでガッツリめにお伝えしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。 また、なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですね。そういった方のために、オンラインサロンというものも主催をしています。そちらは、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムをどんどん解説をしてますので、まあ、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。